成田東部ホテルエアポートの位置成田東部ホテルエアポートは千葉県成田市にある東部ホテルグループのホテル東京スカイツリーのオフィシャルホテル株式会社成田プラザホテルによって1975年10月3日に新東京国際空港周辺部にホリデーイン成田として開業出資者9人の中で4人が空港公団に用地を売却した元地権者であり 農民ホテルとも呼ばれた。成田空港を利用する海外旅行客の前後泊を見込んで建設されたホテル群の一つであり、空港周辺ホテルとしては同じく開港に先立って1974年に開業した成田ファーストシティホテルに続く2番目の開業であったが、成田空港問題による開港の遅れと周辺に乱立したホテルとの競合により、経営不振に陥り、 累積赤字が20億円にまで達した。1977年12月22日には三理塚闘争を支援する過激派による襲撃を受けている。1987年8月20日に東部グループが営業権を譲り受けしてホリデーイン東部成田となる。1992年7月に西立を増床し、2010年12月31日に現名賞に解消。 2012年より同じ東部グループである東京スカイツリーのオフィシャルホテルとなる。ありがとうございます。